個人的に上海のディズニーに行ったので、その時に買ったお土産もちょっと紹介していきたいと思います。日本みたいにお菓子とかがあんまりなかったりとかして、この買ったものに関してはこの2つだけです。で、買ったものといっても、こちらのステラルーちゃんに関しては、これはあのポップコーンを入れるバケットになります。何年か前に買ったあのこのダッフィーのバケットに比べると、かなりこのステラルーちゃん小ぶりのタイプになっています。で、味は2種類あって、1つがキャラメルと、でもう1つがあのクランベリー、ブルーベリークランベリーでした。で、あのクランベリーって日本ではなかったと思うので、ちょっと珍しいなと思ってクランベリーを頼んだんですが、あの結構キャストさんもあの優しくて味見をさせてくれました。やっぱり味的にいまいちだったので、無難にキャラメルにしました。で、キャラメルは普通に美味しかったです。ちょっと余談なんですが、今私はこれを何に使ってるかというと、結構こちら開けるのが硬いです。じゃん、あの猫ちゃんのフード入れにしています。ちょうどあの一袋入る大きさなので活用してます。結構閉めるのも強めで閉めないと閉まらないです。で、ちなみにこのダッフィーもあの猫ちゃんのご飯入れに活用してます。もう一点なんですが、こちらになります。ダッフィーフレンズが4人いて、すごく可愛い絵になっています。中身が何だったかっていうと、あの月餅になっていました。あの中国の一種のお菓子で、なんかおまんじゅうみたいな形のものになってるんですが、あのチョコレートとか抹茶とか3種類ぐらいあったんですが、これも本当に美味しくはなかったです。ただ缶が可愛かったので買っちゃいました。上海で買ったお土産は以上になります。